この4月から私、バレットジャーナルに挑戦することにしました。バレットジャーナルについては興味がありながらも、ずっとこう挑戦する勇気がありませんでした。っていうのも、バレットジャーナルについて調べてると、よくある声として、まず続かないっていうこと、そして、綺麗に書けないっていう悩みっていうのがあるっていうのを知って、で、私自身もそこの部分の勇気がなくて、なかなか始められませんでした。で、この部分って以前私、ノート術の落とし穴という動画を出しているんですけど、それにも当てはまるのかなと思っていて、バレットジャーナル自体が目的になってしまったり、あとはバレットジャーナルを完璧にやらないといけないっていう思い込みから、そういうお悩みが出ちゃうのかなっていうふうに思いました。なので私はこのバレットジャーナルをやるにあたって最初に宣言しておくのが、めちゃくちゃ緩くやります っていうことです。そんなに綺麗に書くっていうことにこだわりすぎず、あくまでこのバレットジャーナルってタスク管理と目標達成っていうためのノートなので、そこをきちんと目的にして使いこなしていけたらいいなと思っています。で、そもそも始めようかなと思ったきっかけが、まずやってみたことがなかったので、一回やってみると面白いかなって思ったっていうのがあります。方法のいいところと自分にとっての、合ってないところっていうのも、やっぱりやってみないとわからないので、一度やってみようかなと思いました。あとは日々のタスク管理を手帳で私はやっていたんですけど、この手帳だとちょっとそのタスクを書く欄がなかったりとか、あとは達成できたかとかっていうチェックがちょっとやりづらかったので、それをバレットジャーナルでやろうかなと思いました。あとは私は普段こういうふうに自分のなりたい姿とか叶えたいことっていうのを写真で切り貼りしてコラージュするビジョンマップというのを作っています。これも全てバレットジャーナル一冊にまとめられたらいいなと思っています。なので、あくまでタスク管理と目標達成っていうのを軸に置いて、それを目的としたノートとして使っていこうと思っています。なので、このバレットジャーナルはかなり私に合った形で最初からアレンジをしています。このページは必要ないなと思った部分は削除していますし、逆にこういった部分が欲しいなっていうのを追加していたりします。あくまで私のやっている形になりますので、参考程度に見ていただけたらと思います。まずノートについては、こちらのノートを使います。これはわけ文具さんかなというところで出ているノートになります。で、これすごい便利なのが、もう完全にバレットジャーナル向けなんですよね。まず最初から目次と全ページのナンバーが入っています。あとは中はドット柄になっていて、その線を引く時とかの目安になるので、ちょうどいいかなと思いました。というわけで、今度は中身をね、紹介していきます。まず最初のページはインデックスということで目次になっています。これはもともとこのノートにね、ついているページです。それからまずですね、バレットジャーナルに大事なキーというものを設定しました。そもそもバレットジャーナルのバレットっていうのが、箇条書きに使うこの点のことを指すらしいんですね。なので、この点を使ってどういうふうにタスク管理をするかっていうのを、キーとしてまず最初に設定します。で、これも完全に私流なのと、そんなにたくさんは設定していないです。もし必要になったらね、後から書き足そうと思っています。お分かりの通り、そんなに字も綺麗じゃないですし、そんなに凝ってはいません。一応雑誌の切り抜きとかね、シールを貼って、なんとなく可愛くはしていますが、もう本当にこのレベルで やっていきます。ただ自分が見て、やっぱり気分が上がるっていうのは大事なので、自分の好きな雰囲気では作っています。で、次に持ってきたのが、私は2021年今年のテーマをここに書いていくことにしました。変な 3つの柱ですが、これを、今年の軸として決めていく、置いていくっていうのをここに、書いておきます。次のページが、マンスリーになりますね。4月から始まっているので、ここから、次の3月まで1年分のマンスリーのページを作っています。マステを活用したりですとか、そんなにね、フォントとかこだわらず見やすい形にしたり、あとはカレンダーももう書くのはしんどいので印刷して使いました。ここにその
月の予定、今入っている予定を書いていくっていう風になります。そして次が今年叶えたいウィッシュリストという部分です。この1年でこれは達成したいなとか願望をここに箇条書きで書いていきます。で、ここからが月ごとのタスク管理や目標達成のためのページになります。で、今月4月の分を作りました。2021年4月ということで、ここにもね、カレンダーを貼っていて、私はいつもこの5つの項目でその月の目標を決めています。で、この5つの軸に沿って目標を決めてここに書いておきます。そしてこっちのページにはその月どんな自分で生きていくか、セルフイメージというのを設定します。さらにその自分がどんな言葉を使うかっていうのをここのセルフトークに書いて決めていきます。この2つを意識してこの目標を達成していくというイメージですね。で、あとはこれ美人百科とかジルスチャートのコスメのチラシの画像切り抜きで貼ってるんですけど、可愛いなと思った世界観だったり、普通にこういう服装したいなっていう、ビジョンマップとしてもね、使っていたりします。何かあった時に今月はこうなりたいんだった、これを達成したいんだったっていうのをこの見開きのページですぐに確認できるようにしています。最後にここからは週ごとのタスク管理、予定の管理ですね。こんな感じで1週間の分の縦軸を作って、であとはこういったね、好きな画像を貼ったりしています。このページを見れば今週何をするか、何をしたかっていうのを確認できるようにしています。という感じで、私が一通り作ったバレットジャーナルをご紹介しました。ここからまず1ヶ月使ってみて、またね、変更が出るかもしれないんですけど、試しに1ヶ月やってみようと思います。ちなみに実際にこのバレットジャーナルを作成している様子の動画はサブチャンネルうさこホーム&ライフの方にアップしますので、ぜひよかったらそちらも見てみてください。それではありがとうございました。